ありがとうございます。ゴミが宝チャンネルです。本日はね、大正区あるチトンセのね、渡し船に乗っております。はい、大阪市がね、運営してる渡し船になりますので、道路としての扱いになりますので、お金はかかりません。ちょっとしたね、旅気分がね、味わえますね。地元のね、人の足になってるみたいです。乗ってる時間はね、もののね、5分もないです。あっという間にね、対岸のね、渡し場にね、到着です。はい、大きくね、旋回しながらね、着岸します。はい、いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。帰りはね、頭の上を通ってるね、橋をね、徒歩で帰りたいと思います。地元の人に聞いたらね、7、8分で渡れるんじゃないかなということでしたが、じじいのね、足ではね、多分30分ぐらいかかるんじゃないかなと思います。はい、まもなくね、着岸ですね。ちょっと多少船が揺れるかもしれませんのでね、上にね、手すりがついてるんで、安全のために持ってますね。地元の人はもう平気ですよ。はい、もう降りる準備してあります。ジジイはね、一番最後から降ります。はい、大正区にあるね、地頭線のね、私船で です。はい、いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。この他にね、私場がね、結構あるみたいなんでね、またね、機会がありましたらね、行ってみたいなと思います。はい、本日はね、ここで降りて、頭の上を走ってるね、あの橋をね、歩いてね、対岸の方にね、また戻りたいと思います。はい、いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。ゴミは宝チャンネルです。はい、これからね、歩いて、元来たところにね、徒歩で、帰りたいと思います。はい、当選のね、掲示コーナーでね、いろいろ掲示物ありますが、ちょっと字が細かいんでね、また今度にしましょう。はい、ありがとうございます。係員の方はね、休憩のためね、事務所の方にね、戻られていきましたね。はい、ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルです。いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。感謝でございます。ありがとうございます。